メーレクワトーって持つ良いのパン。メーレクワトーって持つ良いのパン。メーレク、クエ、クエ、チョコボール。ちょい。メーレクワトーってもいやいやいや、テイク2じゃないから。もう、いきなりどうしたのパン。ねえ、ハズキちゃん。もしかしてそのメレク武器交換して強化してそのまま使おうとしてない？もちろんチョコボールに誓ってそのまま使うのポン。ダメなのポン。うん、だってそのメレク武器罠だから。始まるよ。こんにちは、公認クリエイターの葉月です。全世界3000万人の PS4 通販の皆さん、こんにちは、ポンです。うん、ものすごく多いよね。多分きっとこれくらいはいそうなのポン。もうすぐアニメに影響されるんだから。そんなことより葉月ちゃん、今回は嬉しいお知らせがあるよ。ついにかなたくんとれんちゃんがくっつくのポン。アニメのお話じゃないの？ついに公認クリエイターのバッジが金色になりました。わあ、すっごいのポン。やっとここまで来れた感じがするのポン。ここまで来られたのもいつも皆様に見ていただいているおかげです。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。ポンも頑張るポンから、よろしくお願いしますなのポン。さて、今回のお話は気になるメレク武器の潜在能力についてのお話になります。実はメレク武器はそのまま強化して使うと思いがけない罠にはまってしまう武器なので、今回は火力検証を通して実際に使っていこうと思います。現状ファーシュメル武器を使っている方がメレク武器にお乗り換えをするのかしないのか、実際にはどれくらい強いのか気になっている方が多くいらっしゃると思いますので、この動画でメレク武器がどれくらい強いのか、またどのような罠にはまってしまうのか、ぜひ最後まで見ていただいて確認していただければと思います。この動画が気に入ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントで応援してくださると嬉しいです。それではファーシュメル武器とメレク武器との火力検証を始めていきましょう。よろしくお願いします。ポン、ジャングルファイヤーなのポン。それ主題歌ね。それではファーシュメル刀のテルミナさんとメレクで天然スプリセットなしとの火力検証を始めていきましょう。待ちに待った最新の武器だからきっととっても強いのポン。今回戦っていくのはまさに敵は雷ではなく原点回帰となりましたトレイニアにいるエンゴくんです。このエンゴくんのレベルは 80HP はプラス 300% となっています。こんなところに理想の相手がいたのポンね。やっと巡り合えた気がするのポン。突然始まりました火力検証シーズン5はこのエンゴくんをメインに戦っていこうと思います。それでは今回の火力検証の詳細を見ていきましょう。今回の参加選手は左側がスクミズ選手、右側がミビット選手です。定期的にスクミズ選手が戦ってるように思うポンけど、なんか意味があるのポン。うん、スクミズはね、火力アップにつながるのよ。そうなのポン。多分セットしているクラスはスクミズ選手はブレイバー、バウンサー、クリティカル 100% だからバウンサーなのポン。ミビット選手はブレイバー、スレイヤーです。少しでもクリティカル率を上げたいからスレイヤーなのポン。使用する防具は両選手先日作りましたオクトスアーマプラス61を装備しています。特殊能力は以上の通りです。合計の打撃威力はスクミズ選手はプラス 163.0%、 ビビット選手はプラス 157.3% です。ちょっと差が大きい気がするのポンけど大丈夫ポン。さすがにスクミズ選手は理論値構成だから再現が難しかったね。その点はタイムを間に受けるんじゃなくて少し考えていければって思うよ。今回は装備している武器の火力検証なので両選手違う武器を装備しています。スクミズ選手はファーシュメル刀、潜在能力はいつもの威力マイナス 14%、 クリティカル発生率プラス 100%、 プリセットはテルミナさん、クリティカル時の威力プラス 12% です。とっても強くていつもお世話になっていますか。ビビット選手はメレクディテンデンス、潜在能力は威力プラス 27%、 エネミーに攻撃命中時範囲ダメージが発生します。時々ボンボン爆発みたいなのが発生しているのポン。威力はそこまで高くなく通常攻撃くらいの爆発ダメージが入ってるね。ついているプリセット能力はありません。特殊能力は以上の通りです。気になる点は潜在能力の差、威力上昇値の差でしょうか。パッと見た感じだとメレクディテンデンスの方が強そうに見えるのポン。だね、威力マイナス 14% と
魅力プラス 27% の差だからね。全然違うように見えるよね。このあたりがどう違ってくるのか、実際の戦闘を見ていきましょう。さて現在の戦況はどういった感じでしょうか。スクミズ選手は久しぶりの援護官相手に少し浮かれているのか、ビビット選手は爆発ダメージをうまく使ってダメージを与えているのか。爆発ダメージをうまく生かしていきたいビビット選手ですが、スクミズ選手よりも早く倒すことはできるのでしょうか。さあ両者ともフォトンブラストをいつ打つか身構えていますが、援護君のダウン待ちといったところでしょう。おーっと、ここで先に援護君が仕掛ける。怒りのダブル落下攻撃、両者ともガード成功。援護君渾身の落下攻撃を鮮やかにかわしていきました。時間は3分を超え、もうすぐ30秒が過ぎようとしていますが、果たして。あーあーっと、ここでスクミズ選手が今倒し終わりました。先に倒し終わったのはスクミズ選手。はあ、締める刀の底力を見せつけました。さすが火力アップのスクミズなのか。相手と戦う時にはスクミズを着ていくといいのか。ビビット選手は苦戦中でしょうか。ビビット選手も今倒し終わりました。威力上昇値に差があったのか、とかちょっとかかりすぎた感じなのか。それでは結果まとめとお話ししていきましょう。両選手お疲れ様。それではファー締める刀の底力が見えた結果発表のお時間です。頑張って作った甲斐があったのか。さすがファー締める刀なのか。今回の火力検証はファー締める刀テルミナ3付きとメレクディケンデンスプリセット能力なしとで、ソレイニアにいる援護君にブーストをかけて討伐タイムを測定比較していくというものでした。最新の武器メレクディペンデンスはやはり最新の武器、現在ではとっても強いのでしょうか。苦労して作ったファー締める刀テルミナさんは今も絶対強いのか。それでは気になる結果を見ていきましょう。3、2、1、GO! やったー、なのか。ファー締める刀はとっても強いのか。まだまだ使っていけるのか。そうだね、ファー締める刀はとっても強かったね。勝ったスクミズ選手のタイムは3分26秒、負けたビビット選手のタイムは3分43秒でした。総合的な威力上昇値に差はあるものの、このタイムの差は少し大きいように感じます。このような結果になった要因としては、やはりファーシュメル刀の潜在能力がとっても強いからということが言えるでしょう。威力上昇値こそマイナス効果ですが、テルミナ3でうまく補っていますし、何よりクリティカルの性能、余ダメージが 120% になること、威力加減が強制的に 100% になること、そしてこれらの効果が常時発生するので、ファーシュメル刀はクリティカル時に常に効果を発揮するテルミナを育てればとっても強くなれるということがわかりますね。対してメレクディペンデンスですが、爆発ダメージがあるものの、爆発ダメージ自体は大きなダメージを与えられず、通常攻撃くらいの威力でしたので、威力加減もバラバラな威力上昇プラス 27% の武器ということが言えます。え、ということはどういうことか。ほんとね、スクミズ選手の装備構成は威力加減 100% で威力上昇値 163.0% で、武器の威力上昇値はテルミナ3込みでマイナス 2%。 ビビット選手の装備構成は威力加減 50.7% から 100% で威力上昇値 157.3% で、武器の威力上昇値はプラス 27% ってことね。つまりどういうことなのか。つまる話、今回の火力検証でこんな感じの結果になった要因は威力加減が原因だったってことね。おー、なるほどポンね。要因が分かったところで気になる DPS を場所を変えてみていこうね。ということで以前にも使ったカカシさんでちょっとだけ DPS を測っていきましょう。測定方法は以前と同じ方法、ハヤテツワブキを3回打ち、次元斬を TP が切れるまで続けていきます。選手の方が DPS が高いのか。この状況からでもスクミズ選手の方が強いってわかるのかね。そうだね、一部のよダメージはビビット選手の方が高いけど、鳴らすとスクミズ選手の方が強いってことがわかるね。じゃあメレクディペンデンスって弱いのか。ほんとね、今回の火力検証だと今使ってる防具、威力上昇特化の特殊能力の構成だと弱くなってしまうっていうことがわかるし、何よりプリセット付きが簡単に入手できないから厳しい状況かなって思うかな。はっきりと検証できる状況じゃないからお茶を濁した感じにはなってしまうけどね。なるほどポンね。
確かにメレク武器ってドロップとかマイショップに頼っちゃうところがあるポンね。それでは今回の火力検証をまとめます。まず今回の火力検証はファーシュメル刀テルミナ3付きのスクミズ選手の方が強かったということが分かりました。ですがファーシュメル武器はこれ以上強くなれるのかということを考えるとなかなか厳しいのかなって思ってもいます。なのでメレク武器に乗り換えていきたいところではありますが、威力加減の都合上防具の更新がほぼ必須ということが言えそうですし、プリセット能力付きを簡単に入手できる状況ではないので無理に更新を考えなくてもいいのかなって思います。今回の火力検証の結論としては、強いプリセット付きのメレク武器を入手できた方、もしくは威力加減を 100% まで上げた装備構成を作成できる方はメレク武器へのお乗り換えを考えてもいいのかなって思います。今回の火力検証でメレク武器を大まかに過大評価しても、ファーシュメル武器のテルミナ3付きと同等かそれ以下だと考えますので、装備の更新などいろいろと準備ができる方以外は現状のファーシュメル武器を使っていくといいのかなって思います。なるほどポンね。ポンはまだまだファーシュメル刀に頑張ってもらおうって思ってるのポン。とっても苦労して作ったのポンよ。そうだね、新しい防具が来るまで現状のファーシュメル刀テルミナ3付きを使っていこうね。はい、ということで今回の火力検証はいかがだったでしょうか。十分に強化をしたファーシュメル刀はまだまだ現役で使っていけるということが分かった火力検証でした。無理にメレク武器に乗り換えなくても大丈夫ということなので、長い目でドレドスケールを集めつつ新しい防具が追加され威力加減特化の防具を作成した後で随時メレク武器にお乗り換えしていただければと思います。12月は新しい防具来ちゃうのポン。そうだね、そこがものすごく気になっちゃうよね。ということで次回は12月のアップデート内容についてのお話になります。この12月のアップデート内容が気になる、やる気、元気、はずきな方はぜひチャンネル登録をして続報をお待ちいただけると嬉しいです。それでは今回の動画はここまでとなります。ここまでのご視聴ありがとうございました。また次の動画で会えることを楽しみにしています。バイバイ。今日も火力検証頑張ったのポン。ご褒美にプリンでも食べるのポン。捧げよ。あれ？何か聞こえたポン。捧げよ。あれ？こっちから聞こえるのポン。最強のプリセットを持ったファーシュメル刀を捧げよ。うわぁ、何この人形怖いのポン。捨てるのポン。燃やすのポン。それだけはやめてください。